的地のビアスパーク下妻に到着しました。左がふるさと博物館、でも開いてないね。ここが RV パークビアーズパーク下妻、これが噂のたったの1500円でバッテリー付きが借りれるという、借りれるというかとこにやってまいりました。下妻温泉、ここの温泉もついてる。今のところ日帰り入浴歓迎、歓迎だけど駐車場もあるから、ちょっと一回日帰り入浴の歓迎の駐車場に行ってみたいと思います。それで後でその RV パークの方に行きたいと思います。こんな感じに周りがずっとなってますね。あ、車中泊所って書いてあるからあそこかな。どうなってんだこれは。まずはここが温泉の駐車場で、そして、車中泊所は隣なのかな。あ、そうですね、ちょっとあそこにコンセント見えるから、あそこに泊まっていいんだな。あ、ここか。チェックイン13時からチェックアウト12時、1泊1500円って本当に書いてあります。しまして、ビアスパーク下妻の入浴券が10時から9時までで、何回も入浴しててこの時間内よくて、そしてレストランは今なぜか空いてないそうですね。それお風呂出た後に行くことも可能だということですか。なんだかんだって全部こんなところにミニゲーム、一日見ようと思えば漫画本、スーパーとかイオンのスーパーとか、なんかちょっとちっちゃめのスーパーも何軒かあります。で、今から、その一番この近くの沼っていうのに行ってみたいと思います。
多分昔にぎやかだった頃はもっとにぎやかだったんだと思うんだけど、ちょっとあの古めかしい感じになってるバーベキュー場ですね。裏手の方はこんな感じですね。あまりバーベキュー場は洒落た感じのバーベキュー場ではないみたいです。ちょっとあの年季があるというか、すさんだ感じに見えます。はならないんですが、このこの一帯ずっと上送電線が走ってて、あの露天風呂に昨日入ってる時も送電線見えるし、なんかあってもいいんだけど、なんか惜しい感じがします。で、遊具は本当に見た感じすごい古いんで、多分これできた頃はもっと前なのかな。で、農産物直売所も現状は稼働してなくて、もしも稼働してたとすると、ここから渡り廊下みたいなのがあって、遊具があって、広い公園があって、で、ちょっと今は何も作ってないけど、ここで農産物作れてたという、多分バブルの頃とかそういう時に賑やかだったとこなのかなと思います。現状は今日もビールの方はお休みしてるんだけど、まああの名前にビールって入ってるんで、できればそのクラフトビールはやっててほしい感じはしますけど、とはいえ1500円ですごいあのお得感があり、夜も静かに眠れましたし、いいとこだと思います。100円戻り式の靴箱です。それでなんかお風呂出た後にスタンプを押してくれて、もう一度入ってこれるそうです。あー、なんか休むとこもいっぱいあって、でここ Wi-Fi が通るそうなんで、ここで Wi-Fi をやってることも可能だということです。あ、これはいいわ。で、さらに大広もある。あ、マッサージもあるんだ。へえ、なんだかんだって全部あるんだな。で、こんなとこにミニゲームセンターと。へえ、一通り困らないなこれ。へえ、一日いようと思えば。で、さらに漫画本、あ、そうなんだ。茨城だからこいつらが来てんだね。へえ、あ、入れ替え式かな、男女の。多分そうですね。
下妻から少し走ったところにあるとても人気のある蕎麦屋さんで、いつも売り切れて終わってしまうという蕎麦屋さんに向かって走ってきて、もうあとちょっとで到着するとこです。ここが今までも筑波山のそばですし、田園風景とかちょっとこう風情のある建物の道を走ってきたんですが、こんなところに蕎麦屋、あ、見えてきました。目的地です。こんな中にある蕎麦屋さんで人気でいつも食べれないという、予約をして今、一時ちょっと回ったんですけど、予約をして一時ちょっとにやっと来ました。ではこれから食べに入りたいと思います。筑波ナンバーと思うんだけど、土浦とか那須とか水戸とか他府県からもいっぱい食べに来てるみたいですね。周りは何にもないです。単純に農家ゲーそば売り切れましたって書いてある。参ったな、予約してあるから大丈夫だと思うんだけど。すいません、電話で予約した岩井と申します。あ、どうぞ。あ、すいません、はい、いい予約してたから助かった。ノンアルコールのビールと、はい、それと天盛りせいろにしようと思うんだけど、なんかおすすめはありますか、これを食べた方が。天盛りせいろは、まあ、ボリュームのある、エビが2本の天ぷらなんですけど、他に人気商品とは、そば、ミニ天丼セットを、まあ、コンパクトにまとまって、そばと、冷たいおそばとミニ天丼のセットで、こちら人気で、漬け汁も、私なんか好きですね、漬け豚きのことか、漬けとろ汁、漬け豚きのことか、漬け豚きのこ、はい、これは、温かいおつゆに冷たいおそばをつけて食べるので、こっち、この辺も人気になりますね。ああ、そうですか。じゃあ、はい、せっかくだから、その漬け豚きのこ汁、お勧めされますか。はい。はい、はい、ノンアルビールが1本と、ノンアルビールと、はい、スケブタキノコで、はい、はい、しました。お願いします。ちょっと大きさが違う田舎そば、うん、バーベキューのそばもないんだけど、このタレがすごい。これは人気なのか、だいたい緑茶のようじちゃん、うん、この蕎麦つゆの中に舞茸とかなんかキノコ系とかいろんなもんが入ってます。蕎麦つゆもいただきます。